クモ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 、ゾンビゾンビゾンビ、あ、ゾンビ入る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 。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回はね、この私の後ろにいるアスムに協力してもらって一緒に家を作っていきたいと思います。まあね、私の家が結構いろいろと荷物だらけで手狭になってきたからね。待って、ゾンビの声聞こえるし、まああの場所はいつもゾンビの声聞こえるけん気にせずに行こう。気になるけど、あ、ちなみに設計図、こういうのが作りたいみたいなのは、まあもうすでに書いてあって、でまあお互いが見える場所に置いてあるんだけど、そうやってやっても私だったら間違える可能性がでまあ普段から私の動画をね見てくれてる人だったら、まあ、わかると思うけれども、私一人だけで家を作ろうってなったら、まあ、どんだけかかるんだよって確実になると思うけん、まあ、とりあえず周りのね骨組みだけでも手伝ってもらおうかなと思って、とりあえず呼び出したお呼び出しをしたよ。まあでも言ってアスム自体もそんなにマイクラが得意っていうわけではないみたいだけど、私よりは全然私よりは全然大丈夫だと思う。もうほら、さっきから私わけわからんとこばっかり起きおるしまあ今のところ設計図があるとはいえ、どんな感じに出来上がるんかは全くわからんね。どんな感じに出来上がるかっていうか、ちゃんと設計図通りに出来上がるんかどうかがまずわからない。え、待って、早くね。え、アスム立てるの早くね。柱やろ、それ立てよんの。なんかもう上の方まで結構出来上がっとる感あるんやけど。ほら。ね。待って待って待って。ほら、結構上の方まで普通に。いやー。私も結構黙々としてるはずなんだけどな。黙々としてるはずなんだけど、しかもほら。おーおーおー。ほら、私結構ポポポポポポって起きうるはずなんやけど。ほら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 。なんだ、どこを見てるんだ。あ、そこにも柱立てるんか。めっちゃ上見上げよる。やっぱなんか、あれやね。こう、こっちの目線から人を見るみたいなのなんか面白いね。今までこう、同じゲームの中に他の人がおったことがないけん。なんか、どんだけ下向いてんのとか、なんだそのへっぴり腰とか。なんか、俯瞰で見ると面白いかもしれない。ほら。あれは下から一生懸命柱を立ててるからってことかな。てか、なんかすぐそこにさ、狼たちが、まあ、大量にね、お座りをしているわけだけれど、すごいね。みんな、お？すげえ、屋根までついてる。もう屋根まで出来上がりよる。出来上がってはないか。前の方だけ。あの、狼さ、なんかピシって揃えすぎて、なんか、みんなでさ、一斉にこう、なんだなんだ、ぶつかってくんなよ。なんか、先生の授業を受けてます、みたいな感じに見えん、あれ。あ、ごめんね、ちょっと、スイカ、ちょっとお腹すいとるなと思って。んで、じゃあちょっと私は、床が終わったので壁を今度は取り付けていこうと思います。まあ、とりあえずは玄関先から、ね。ん？ああ、あっちはちょっと階段を取り付けているみたいだね。黙々とやってるよ、作業を。私も見習って黙々としなければいけないんだけど、何かと周りの景色が気になるよね。周りの景色と、あとアスムの進み具合と、まあ、いろいろと。あ、でもなんか、あれだな。今こうやって、まあ私、玄関先を作りよるわけやん。玄関先を作りよって、こうなんか、まあ手前から全体をこう見たときに、だいぶ進んでるな。
まあ、主にアスムなんだろうけど、落ちたぞ。今、ペキって言ってなんか赤くなってたけど。落ちたぞ。じゃあちょっとここ手前ちょっとね、ガラスをはめて、前までは私窓ガラスとかって、ガラスの、分厚いガラスの塊をボンボンって入れよったんやけど、まあ、なんかガラスの板があるっていうことをこの間初めて知ったので、ね、初めて知ったので、ちょっとそれを使って行こうと思うよ。もうなんか2階で作業始めたし、階段作るの早っ。階段作るの早っ。待って待って、私まだ全然1階で作業してんだけど。全然1階で作業どころか、見てこれ1階。壁も何もないからね。まあ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 、しょうがない。ね。骨組みをって言ったもんね、私。それを忠実に守ってくれているだけだ。う？ん？ペキ、そこから落ちたのね、今度は。ね。柱を作ってて落ちたのね、今度は。なんかしょっちゅう落ちるな。まあ、私はね、落ちるような場所で作業してないからなんだろうけど、落ちるような場所で作業してたら、私も普通に落ちてそう。ん？なんかめっちゃ雲の声聞こえる。ね。なんか急激に雲の声聞こえ出したんだけど、ほらほら。うるせえ。うるせえ。でもまだ明るい時間やのね。まあ明るい時間でも雲は現れるか。ただこっちに危害を加えてこないというだけで。あてかさ、その夜になったら危害を加えてきだすのは一体何事？夜に雲に何が起こってるんだ？なんか朝雲は殺しちゃいかんみたいなこと言うけどさ。なんだ、夜は殺していいのか。ちょ。起きづらい。ちょ。ちょっと日が暮れてきたね。何気にちょっと日が暮れてきたわ。てか、この窓ガラスさ、この窓ガラスなんかおかしくない？おかしいよね。確実におかしいよね。ちょっと待って。一旦外す。なんかね、つく向きがおかしいんだけど。どうなの？ほら、なんか内側に。内側に行くんだけど。これは、あれかな？ここに先に階段を作っとったけんってことかな？ね。ね、先に階段作っとったけん、多分これ階段の方にくっつきよんやろ、ガラスが。ちょっと待って。ん？まあ。もうちょっとね、早く、でももうちょっと早く言っとけばって言っても、私もそういう風になるってわからんかったけんね。まあ、あれはもう仕方がないかな。一回階段を崩してもう一回つけるっていうのもあるけど。手間だからね。まあ、動画じゃないところで直すとしたら、直しておこうか。とりあえず私は、黙々とまた壁を作っていくから。とりあえず1階部分を私は完成させようと頑張るからね。よいしょ。こっちの窓にもちょっと。こっちの窓は多分。ん？あ、とりあえず、じゃあ先に、上の方も階段をつけるので、そっちは先にガラスをつけておこうと思います。先につけろと言われたので。ね。まあそうよね。向こうがあんなことになってしまったけん。お、よかったよかった。階段がなければやっぱり普通につくんやね。うんうん。オッケー、つけたつけた。あ、びっくりした。じゃあこれで、よし。私は1階部分の壁を作り終えるよ。って言ってもまだ後ろ側があるんやけどね。一応左右はこれで完成。よし。後ろがガラ空きのなんかめっちゃハリボテ感満載な家やけどね、今の状態やったら。じゃあここもちょっと埋めていきます。後ろ側はね、後ろ側にも窓をつけようと思っとんやけど、ここは、横？
家の横のガラス窓とはちょっと違った感じにしようと思っていて、あれなのよ、こう上から下まで窓ガラスみたいなのあるやん、そういう感じにしたくって、個数合っとるかな、個数っていうか幅合っとるかな、ん？違うな。こっち一列邪魔だな。バランス。てかちょっと、もうだいぶ日が沈んできたし暗いね。ちょっと松明で、とりあえず明かりを確保しなければ。よし。いい感じに。お、いい感じに明るくなってきたぞ。よし、これで、こっちもか。ここ暗い。よし、これで。あとはこっち、空いてるところ全部ガラスで埋め尽くしてく。こんな感じ。どうやろ。まあね。これ全面ガラスにしたところで見えるのは牧場なんだけれども。馬だ、豚だ、鶏が見えるだけではあるんだけど。とりあえず外観おしゃれな感じになるかなーみたいな。ね。多少。ちょっと待って。私、このガラス扱うの結構苦手だな。ね。私、めっちゃパリンパリン割りよるもん。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ガラス足りんくなったし。おし。これ難しくない？私、いつも思うんやけど、これ難しくない？今まで使いよったのはさ、そのブロック型のガラスやったけん、まあ、結構余裕で起きよったけど、この薄い板型になったらさ、なんか接しとる面がさ、めっちゃ薄いけん、難しいよね。お？お？あれは？めっちゃ完全防備なゾンビおった。完全防備なゾンビ。ちょっと待って。防具欲しい。うわ、待って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 。雲雲雲雲。え、待って待って待って。雲雲雲雲。ゾンビゾンビゾンビ。あ、ゾンビ入る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 。ちょっと待って。何何何事私。なんかめっちゃ、来るんだけど。いすぎでしょ。いすぎでしょ、ちょっと。おーおーおー。え、待って待って、後ろ後ろ。ちょ、スケルトンスケルトン、絶対スケルトン。うわー、ちょっと待って、雲雲雲雲。あーほら、ちょっと待って、そこにも。おい。うお。ちょ、撃たないで、撃たないで、撃たないで。ちょ、お前。ちょ、お前。撃つなって。体力が。私の体力がちょっと待って、やばいよ、やばいよ、やばいよ。出川じゃないからね。スイカを。あっこにもなんかゾンビがプカプカしとるね。とりあえずちょっと、ここ閉めんと。閉めて。あいつをやっつけに行く。よし、普通のゾンビだ。ちょ、視界に入ったけんね。視界に入ったけんね。てか、家作りはどうしたいお前って感じやけど、気にせんといて。あとは？ん？あ、ごめんね、馬。騒がしかったね、私。ん？あれ？さっきこの辺にゾンビおらんかった？あれ？気のせいかな？なんかおったと思ったんやけど。おらん、う。待って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 、クリーパーいらしてるんだけど。村に戻りたい、私。村に戻りたいよ、私。ちょ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 、こっち来ないで、こっち来ないで、こっち来ないで。ん？いや、こっち来ないで、こっち来ないで、こっち来ないで。いやー、待って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 。もう、やめてー。マジか。マジか。あ、よかった、でも村は、無事。今ね、めっちゃアスムがね、何やってんだかって、何やってんだかって言われたんだけど。うるせえわ。働きよ、お前って感じよね。はい。とりあえず、ひとしきり、何、落ちてるよ、柵。ひとしきり戦ったから、ちょっと、私もやるよ。お、すげえ。すげえ、出来上がりよりやん。出来上がりよりやん。ちょ、待ってね、私、床やっていくね。これか。ほい、じゃあ、私、2階の床をやっていく。床と、あ、あと壁も、ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。私、ちょっと邪魔しかしてなくね。邪魔しかしてなくね。よし。はい。
と、うわ、連続でやるなということだね。うん、調子に乗って連続でやるんじゃなくって、一個ずつ丁寧に置けということだね。気をつけます気をつけます。あれ、てかどこ行ったんだ。ん、あ、あれ、あっちのさ、ちょっとした何、丘みたいなところ。あっこなんか光っとるやん、微妙に。エンダーマンだよね、あれ。ん、え、待って待って待って、こっちにもエンダーマンいるんですけど。え、あれは、あれもエンダーマンよね。うん、多分あれブロック持ってんでしょ、あれ。え、でこっちもエンダーマンだよね。お、私さ、勝手にエンダーマンって世界に一匹しかおらんとか思っとったんやけど、一匹じゃないんや今ちょっと急激に頭の中めっちゃ混乱した。え、あれエンダーマン、ん、こっちもエンダーマンみたいな。なるほど、何匹もいるんだえ、あんな瞬間移動するシュ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 みたいな音するやつが何匹もいるんだ、怖っ怖っ。あ、燃えよる、なんかゾンビ燃えよるやん。あれ、ってかいなくなったね、エンダーマン。こっち、あ、両方おらんなった。へえ、エンダーマンはあれか、昼間でも出没するけん別に燃えるようなやつではないんやね。燃えるのはゾンビとスケルトン。クリーパーは、クリーパーも燃えるんかな。クリーパー燃えよるの見たことない気がする。うん、見たことない気がするよ。クリーパーとゾンビで、なんか水の中プカプカしよるときは燃えんのかな。燃えんってなんか誰かがコメントで言ってくださっていたような気がするよ。ちょちょっと待ってね、早く壁完成させるから。よいしょ。うん、私が途中ちょっとサボって冒険に出て行ってたせいで、ごめんごめん、なんかバタバタしてるけど。で、まあもう夜が明けたから、私の集中力をそぐものはいなくなった。まあそぐとしたらあれかな、馬たちの声かな。狼とか豚の。まあ、そんな気にならんけどね。んで、あとは、ちょ、松明を、ほいほいっと。あれさ、外に、モンスターと戦いに行って、思ったんやけど、外から見たら、もうすでにだいぶこの家明るかったね。私、結構松明設置しながら、こうやって作っていきよったけど、もう結構な明るさやったね。よかったよかった。真っ暗闇でこの中にゾンビとか分かれたら困るもんねやってられんわ。あ、ちなみにここはベランダね。おいしょ。明日もは一体どこで何をしているんだろう。なんか何の物音も聞こえんくなってきたような気がするけど。これは？あ、これは、あ、そっか、ここは1階の玄関と同じような作りにするんやったっけ。あ、屋根つけていってくれよんやね。オッケーオッケー。あ、そっか、じゃなかったらね。おー、びっくりした。じゃなかったら2階は、ものすごい雨ざらしっていうことになるもんね、これ。よし、これで、あと、4つほど、ポン、ポン、ポン、うお。よし、これで、できた、できた。あ、ちょっと待って、穴開けて、そっか、下の玄関と一緒って言うんやけん。穴を開けて、ガラスを埋め込まねばならんのよね。とりあえず、この辺、一個飛ばしで松明も仕掛けとい、うお。一個飛ばしぐらいで松明もこう仕掛けて、仕掛けていって、おし。ほい。オッケー。うるさいよ、村人たち。これで、よし。ほい。できた、できた。上のベランダの部分の壁もできたよ。うん。
ほい、松明を仕掛け、ちょっと、私今入ろうとしてんだけど。入ろうとしてたんだけど、ちょっと。あ、待って、そっちの壁できてないんか。後ろの壁つけるの忘れてたわ。ちょっと待って。ここやっぱり、穴開けとこっか。上と下で、同じ感じにね。あ、ちょっと こっちだ。上と下で同じ感じにしたいけん。ガラスを。ほい。これでちょっと、いい感じでしょう。あ、そっちやってくれよんや。ん？ね、これ上いらんくね？ここ、この上。私これ1階の部分、上ないよ。うん、ない。ちょっと待って、壊すけん。あ、壊してくれよ。そこ一面全部ガラスね。私はちょっと松明を仕掛けていくから。お、なんだ、いなくなったぞ。ガラスがなくなったんかな。ちょっと待って、私敷き詰めとくわ。うん、オッケー。じゃあ私ここやったらもう完成かな。これ。この細い部分。ね、みんなこれ、ポンポンできるんかな？できるんだとしたら、どんなコツが？うお、よし。なんか結構プルプルするんやけど、これ。ほら。おし。なんだ？見回り？入り口のドアつけたんかな？よいしょ。おー。お、あと一個。おっしゃー。できたー。ね、できた。できたよ。おぉ、上上がってった。あ、扉つけてくれたよね。オッケー。あ、カーナーもつけてくれとる。ありがとう。よし、こんな感じ。上におる。上におるよ、アスム。ほい、ということで。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。うわ、早速住民に占拠されそうな予感が。